専門学校の学生が消防団活動に参加しています。地域防災に貢献しながら自らのスキルアップも図る学生消防団にスポットを当てました。グッドラックストーリー。一関市の国際医療福祉専門学校救急救命学科の学生32人は地域の消防団に入団し、現場を学びながら防災活動に携わっています。救急救命学科は救急医療現場のニーズに応え、県内では唯一の学科として2011年に開設されました。一関市消防団の方々は一生懸命訓練しておりますので、その訓練を見て基礎的な知識、技術、そして経験を踏ませたいなと思って入団させたところです。どうして消防団活動に参加しようと思ったんですか？消防士を目指している身でもありまして、消防団というものの役割であったり行っている仕事であったり学びたいと思い、消防団に入ろうと考えました。学生は住んでいる地域の消防団に所属、災害時の対応や研修、平常時の訓練を行うなど地域防災の一翼を担っているのです。火災に出動したことがありまして、ポンプ走法訓練や放水訓練を行っていて、実際の火災で行っているところを見たので、日々の訓練の大切さを学べたと思っています。特に一関は若い人が少ないので、もう若い力を期待しています。将来的には消防士を目指していると思いますので、現場の経験に一つでもなっていけばいいのかなと思っています。学校では医学知識や救急車を使用してのシミュレーション路上実習などを学ぶ日々、地域の消防を担うという高い意識を持って学業に励んでいます。医療知識、そして技術を身につけてですね、患者さんの痛み、辛いところを分かち合える救急救命士になってほしいなと思って学校で教育しております。資格を取り、地元のために活動していけたらなと思っています。消防士を目指していますので、学んでいる救命の知識を生かして救急救命士として一人でも多くの命を救いたいと考えております。命と向き合う仕事、学生消防団が防災とスキルアップを誓います。救急救命士になるぞ。グッドラック。感謝と尊敬を忘れず、助け合いや思いやりの気持ちで接することを心がけています。この番組は高楽の提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。